もう長井の市民になっていまして、で私が長井市に避難したのは2011年の3月14日です。でまあいわきの方とこう実家があるもんですから行ったり来たりっていうことは最初の年にしていましたが、基本的にもそれからずっと長井市の、住民として生活させていただいているので、福島の現状ってなかなか私も何を話したらいいのかなというところもあるんですが、まあただ私は自主避難という形で長井市にいましたので、まあ、自主避難者として過ごした、このもう今日で6年になりますが、そのあたりのことはお話しさせていただけるんじゃないかなと思って、今日、少しお時間をいただいてお話しさせていただこうかなというふうに思います。私にとってですね、原子力発電所の事故なんですね、避難するきっかけになったというのは、震災というか地震による津波ではないんです。津波で自宅が流されたとか倒壊したとか、気の毒な方もいわきにもたくさんいらっしゃるんですけど、私の実家はそうではありません。ですからもしそれが地震とか津波とかっていうことだけであれば、多分僕は避難してきていなくて、多分いわきのために何かしたいなという気持ちで、6年過ごしたはずなんですね。ただ私はですね、結婚が、今51歳なんですけど、結婚が遅かったもんで、当時、私の子供が、上の娘が3歳、で下の息子が1歳という年齢です。で、原発事故が福島であったときに、原発事故の恐ろしさを感じていたのではなくて、実は私は大学生の時にですね、1986年の4月26日に、チェルノブイリ原発事故というのが旧ソ連でありまして、でその時に恐ろしいことだなということを実感して、学生時代にかなり原発のこととか事故が起きたらどうなるのかということをいろんな書物や映像なんかで触れていたもんですから、福島で原発事故が起きた時にもうすぐに自分の子供ですね、幼い子どもたちに一番影響があるんじゃないかという不安を持ちまして、兄のいる、長井市に来たわけなんです、ね、で当時のことを思い出すと、チェルノブイリの原発事故というのは300キロ圏内で汚染されたんですね。原発が1基爆発しただけで、その周辺の300キロ圏内の広大な敷地が汚染されてしまった。そのことを知っていたので、実際長井は調べると直線距離100キロくらいなんです。福島第一原子力発電所から100キロくらい逃げてどうなるのかなという気持ちもあったんですけど、まあ他に行くところもないし、あとは中央会館という長井の駅前に宴会場があるんですが、そちらに20年前からお婿さんのような形で来ていた兄がですね、栗子峠を越えると天気が全く違うだろうと、だから多分そちらで大事故があってもこちらには影響ないはずだから心配しないで来いというふうに言ってくれまして、その兄の言葉を信じて、二人の子供と妻を3月14日に、こちらに一緒に連れてきまして、その翌日に義理の父と母と、あとこちらで亡くしましたけれども、義理の祖父ですね、私から。で、家族7人で、今は6人ですが、7人が避難してきたということです。で、私はですね、仕事が以前塾の講師だったんですけど、塾は4月から新年度募集という形になって、ちょうどですね、4月からの新年度募集時期に私がいわきに残ると、私の塾に来てくれてる親御さんにもご迷惑をかけられないので、1年間はそこでどうしても働かなければいけないという、ちょっとそういう責任も生じるということがあったので、その年の3月末に、仕事の方、23年勤めた、職場だったんですけど、そこを辞めて長井に来たんですね。
ですからそんなこともあって、仕事辞めてから長いの8ヶ月間っていうのはいろいろなことを、考えました。今とはちょっと違う精神状態です。で、私が一番その中で感じたのは、復興っていうふうに言いますけど、なんか僕の目にはですね、福島県人としての私は、その原発事故で放射能汚染されている自分のふるさとはですね、ちょっと他の被災地、岩手とか宮城とちょっと違くて、その震災前の経済状態を取り戻せば、復興ということではないんだろうというふうに考えたんですね。つまり経済状態を元に戻しても、汚染は広がっているし、多分避難した子どもたちはなかなか帰れる状態になかったりとか、いうこともあるので、何かを変えていかなければいけないというふうに、福島県の復興というのは。で、僕は長井にいて、それまでの自分の考え方とか生活を少し変えようというふうに思ったんです。で、すぐに塾をここで始めるということは、すごく自分の中で抵抗がありまして、長井で NPO 法人レインボープラン市民農場というところで農業を3年やらせていただきました。で、どういう農業かというとですね、当時ここに避難していた方々って200名以上いたかと思うんです。ただよくテレビなんかで見る仮設住宅というのに入っているわけではなくて、みんな借り上げ住宅とか、あとアパートの空き部屋を長井市さんの方に紹介していただいてそこにいたもんですから、見ず知らずの土地に来た私たちとすれば、誰が長井の方で、で、誰が避難者なのかわからない。ですから、まず、避難してきた方とつながることが必要だなというふうに考えたことと、あとはですね、どうしても被災者、避難者っていうと、すごく手を差し伸べてもらうことが多いんですけど、それに慣れてしまうと、かえってなんか自分がどんどん弱くなっていくような気がしたんです。ですから、そうではなくて、自分たちの力で被災地支援をやる。自分たちの力でできた、作った農業生産物なんかを被災地に届けるという活動を通して、ここにいる避難者の人たちとつながりたいなというふうに思ったんです。で、私がちょうど勤めさせていただいたのが NPO で農業をやるという、団体だったのですから、そこで畑と田んぼを借りて農業生産物を被災地に送るという活動を、進めさせていただきました。で、その中からできた、一つの、形としてですね、ちょうどこの交流センターフラーリの土手の向かい側が、私たちの田んぼなんです。で、そこで作った酒米を、やはり同じように福島県の浪江町から、長井市に避難してきた鈴木酒造さんという、お酒を作る蔵があるんですけど、そちらでお酒にしてもらって、蘇るという、お酒をリニューアルする形で、生産させていただいて、で、今日が5回目の発売日です。で、そういう活動を通してですね、なんか自分の考え方とか生活を変えていきたいなというふうに思ったんですね。今も思っています。ですから、その酒米でできたお酒もですね、鈴木酒造の大輔さんという当時と話するんですけど、ただ販売して売り上げ上げるというお酒ではなくて、その売り上げの一部を福島の子どもたちの教育費に充てる。あとは、保養が大切なんですね。戦場の高いところので生活している、特に子ども、お子さん。で、保養プログラムの、実践している方に、その売り上げの一部を寄付するという形の、お酒を作らせていただいてます。そんなことをしながら、5年過ごしまして、昨年、やっとこう自分の中でもちょっとわだかまりが解けて、一昨年の11月に長井でも自分の学習塾を、立ち上げたというようなことをしながら今、現在に至るという人間なんです。明美さんの方には、15年の春でしたかね。一度その鈴木さん、大輔さんと私のトークショーみたいな企画があったときに、
大変失礼だったのかもしれませんけど、シンガーなのに、司会というか、それを頼んだ間でこういろいろ話を聞いていただいたりとかですね。あとは私が今主催している塾に、お子さんを、預けていただいたりとかして、そういうご縁があります。で、長いにして、いろんな方と、縁をつないで、ここまで来ていますので、僕はあんまり大きなところで話すというよりは、こういう会場で、皆さんの顔の分かるところでお話しした方が、絆っていうんですかね、縁も深まるような気がして、今日、ちょっと、無理言って、朝、電話して、こういう時間を作っていただきました。あと一つですね、ちょっと長くなってしまうんですけど、南相馬市からの避難者が多かったんですね、長井市は。で、私も一緒にその酒米作りや野菜作りを一緒にしてくれた相棒で、遠藤博さんという方がいたんですけど、彼は南相馬市から長井市に来た男でした。で、昨年の春に彼は南相馬市の方に戻られたんですけど、去年の暮れだったか、今年の初めだったか、NHK のドキュメンタリー番組を見たら、南相馬市が今世界的に自殺率が高いという、そういう番組がやってましたね。要は帰還してから、私たちはよくテレビのニュースなんかで、帰還解除になった。で、みんな帰れるようになったからよかったね、というところで話は終わるんですが、でもその後追いかけてみると、なかなか帰ってからはまた大変だ。コミュニティが崩壊していたりとか、まあ、そうですね。インフラがまだ整っていなかったりとか。だからそういうニュースなんか見ると、やっぱり彼のことが心配になります。私がいわきでジクルの講師を23年やっていたときに、福島県内の南相馬市とかですね、伊達市とか福島市とか、ここで来て、できた友達というか仲間たちが、それまで生活していたエリアに私の知人はいませんでした。そういう意味では、長井市に来てですね、初めて福島県内に多くの知り合いができて、そこで私もいろんな方々から、実態を聞きながら、毎日こう心を動かしているというところです。ちょっとこんな話しかできないんです。ですから私は震災終わったからですね、ずっと自分の気持ちの中でどういう気持ちでいるかというと、東日本大震災が2011年の3月11日の2時46分に起きた時にですね、すごい揺れで、私はちょうど千葉県の浦和市にいたんですけど、あるコンサルティング会社のセミナーを受けていたんですね。ここですごいやっぱり千葉でも揺れまして、ビルから出たんです、みんなで。また高層ビルがすごい、こんなビルがこんな揺れ方するのかっていうところを初めて見たんですけど、その見て、うわ、すげえとかって言ってる、その本当は10分か15分後に、東北の沿岸では、その具体的な悲劇というか大変なことが起きて、いたんですね。当時は分からなかったんですよね。そうだったですね。だから今でもずっとその感覚が消えないのは、こうやっている時にも何かが起きてるんじゃないかっていうことです。あの時はでかい地震だったなって言って、いや、すげえとかって言いながらみんなで、こんなの経験したことないとかっていう。話して過ごしてしまったその10分か15分の時に、実は東北で大変なことが起きていたんですね。だからいつも思うんです。こうやっている時にも本当は何かが起きてるんじゃないかなって。まだ6年経っても、実は福島の原発事故は収束してないんですよね。で、大変な思いしたそこで働いている方々がいて、僕たちは知らないだけで、もしかしたら知らないふりをして過ごそうとしているのかもしれない。でもそれは、もうちょっとあれを経験した東北人としては許せないなと。自分の中で自分も許せないなというふうに思っているので。
福島のことなかったことにするということではなくて、何かあればいつも気にかけながら生活していきたいなというふうに思ってます。実は僕はあんまりあけみさんみたいに詩を書いたり歌を書いたりとかっていう、そういう芸術的なセンスのある人間ではないんですけど、ただ私実は双子なんです。兄が実はですね、私を呼んでくれた中央会館の、山形県の中央会館の兄の他にもう一人その双子の兄がいました。彼はですね、高校時代からずっと詩を書いている、人間でして、双子ながら、よくこんなうまいこと書けるなと。で、やっぱり双子なのか、よくこう自分の考えていることを、言葉にしてくれるなというふうに思っているのです。ちょうど震災があってから1年後に彼が書いた詩を今日は最後に読もうと思って、最後に読ませていただきます。ですね、どういうタイトルの詩かというと、僕らはまだ揺らめいている巨大なものの前にいるという、そういう詩です。読ませていただきます。昨日の 3.11 PM2 時46分に市の放送があって黙祷した。しかし実際は地震があったこの時間からさらに約15分後に起きた津波によって被害は甚大なものになった。去年のその時のことを思い出すと、僕は都心のプレハブ建ての3階にいて、何かのアトラクションのような目に遭った後、外に出て、現実とは思えないほど揺らめいている高層ビルをただ呆然と見つめていた。周囲も皆騒然としていたが、実はその時にこそ津波というもっと具体的な悲劇が始まっていたのだが、誰も知らなかった。その時には。文字通り、悲劇が渦巻いているのに、何も知らずにいたあの15分、その後の1年をずっと覆っていたような気がする。いくら、いろんな事実が明るみになっても、まだ自分は何かを知らないでいる。その感覚があの時から始まった。3.11 は、終戦記念日や、防災の日のような記念日や、祝日にはならないだろう。僕らはまだ揺らめいている巨大なものの前に、それは高層ビルではない。という詩です。双子ですね。同じようなことを考えてるなって。僕も彼の詩を自分のブログに載せていただいたことがちょっと緊張していてうまく話したかどうかわからないんですけど、さっきあけみさんが言った通り、すごく今日はそういう意味では、大変なことを経験した3月11日なんですけど、多分生き残ったんだなというふうに思いました。震災があった直後は。僕は別に津波に巻かれて大変な思いをして、そしてなんとかその海の中から身を、起こしたりとか、そういうことはなかった。でも同じ時代に生活をしていて、僕もいわきの海岸沿いに生活していましたから、一歩間違えれば自分もそういうことが、そういう目にあったのかもしれないというふうに考えると、やっぱりみんな生き残ったんだなというふうに、思っています。そういう意味では、先ほど明美さんが言った通り、本当に近くにいる人が当たり前のようにそこにいるのではなくて、やっぱり今この瞬間とか身近にいる人こそが大切なんだというか、そういうことを噛み締めながら生活していけたらいいなというふうに思って毎年この3月11日を迎えています。ちょっとこんなところなんですけど、長々と話してしまいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。もう一度、プレゼントの拍手をお願いします。